グレアム・アーサー・バーデングレアム・アーサー・バーデンは、ノースカロライナ州選出のアメリカ合衆国会議員。民主党所属。1896年、ノースカロライナ州サンプソン郡にて出生12歳の時、ノースカロライナ州バーガウに転居し、公立学校に通った。第一次世界大戦中、アメリカ海軍の水兵だった。1919年に海軍を去った後、 ノースカロライナ大学チャペルヒル校に通って法学を学び、1920年に弁護士資格を取得した。弁護士や高校教諭を短期間務めた後、同年クレーブン軍裁判所の裁判官となり、1924年まで勤務した。1932年、ノースカロライナ州会員の議員に選出された。2年後、アメリカ合衆国会議員選挙に初当選し、 13期連続で議員を務めた。第78議会及び第79議会では、会員教育委員会の委員長を務め、同委員会が合併して、教育労働委員会となると、第81、第82、第84、第85、及び第86議会にて委員長に就任した。1960年に不出馬を決め、1967年に、 ノースカロライナ州ニューバーンにて死去した。1979年、キャンベル大学出版局は、エルマー・エールパイーアーによる電気を出版した。ノースカロライナ州ハブロックに位置する、グレアム・エーバーデン小学校の名は、グレアム・アーサー・バーデンにちなむ。ありがとうございます。